さんこんにちは。2023年5月28日日曜日、第27回栃木県人形劇お話連絡協議会お話フェスティバルが開催されました。一度のこのお話フェスティバル、コロナで2年お休みして昨年からまた開催される運びとなりました。会場は栃木市立岩船公民館です。公民館や地元の関係者の皆様、大変お世話になりました。はい、じゃあおはようございます。おはようございます。10時から開催。で、10時からオープニングをここでやります。人形劇、パネルシアター、紙芝居、影絵、マリオネット、そして特別ゲスト、紙飛行機さんのバルーンショー。楽しい催しがいっぱいです。よろしくお願いします。始まり。今日は第27回、栃木でお話フェスティバル in岩船ということで、開催をしたいと思います。驚くんでね、オラはこの山に一人で住んでいるババアだ。せーの、はい、上手に切れました。おしっこしてれちゃおうかな。もう寝ちゃうの？だって鬼の目の時間だよ。何になるかな。よく見てて。みかんかな。踊ってるかな。だだ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 だ。みかん。そう、あたり。みんなわしの6匹の息子、わかったかな？笑顔いっぱいの楽しい素敵なフェスティバルでした。ご来場の皆様、ありがとうございました。